皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回の時事問題のテーマなんですけども、公認日本語教師資格のお話、誰も何も言わなくなったんですけども、どうなったのかというところを押さえておきたいと思います。で本来であれば、今開かれている通常国会で、えっと、法案が通るはずなんですけれども、ちょっと画面共有をしていきますね。はい。 これですね衆議院のサイトで、はいまあ、今提出されている議案であったりとか、まあ、この辺に審議中とか通過とかいろいろあるんですけども、まあ、たくさん法案が出ていますで見ていきますとこうウクライナのことや新型コロナのことがあってでこの子ども庁のことなんですかね子ども家庭庁のことが今回の 国会の一つのメインなんだろうと思うんですが、どこにも公認日本語教師の話ってないんですよね。おそらくまだ法案が出ていないんでしょうか。で、この辺の条約とか、あの、承諾とかは、はい、あの、関係ないと思いますので、はい。まあ、頭に戻りますけれども、はい。 なので、またこれが、ね、あの、法案が出ないとか、出たとしても、この会期の延長が、どうやら選挙の関係でないようですので、あの、また、ね、あの、ずるずると後に後にずれてしまうと、ますます私たちの地位があやふやなまま進んでしまいますので、こう、できることとしたら、 SNS であったりとか、いろんなところで、こう、私たちがどうなってんだっていうのを発信していくことや、あと、議連がありましたよね。日本語教育議連が、あの、超党派であったんですが、まあ、今、皆さんどうされてるんでしょうか。ちょっとその辺に働きかけられる人は働きかけて、はい、なんとか。 ね、あの、この国会で通してくださいっていうことを言わないといけないんじゃないかなと思います。一旦停止します。私も力は限られてますけども、はい、あの、どんどん動いていこうと思いますので、これをご覧になった皆さんも、あの、可能な範囲で動いていただければと思います。また、進捗状況があれば、はい、あの、配信していきますので、チャンネル登録などもしていただければと思います。では、今日はこの辺りで失礼します。アディオ。 動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価いただけると嬉しいですし、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それにお仕事をですね、コンサル、セミナー、あと語学のレッスンも喜んでお受けしますので、コメントだったり DM でいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。